どうも、皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、au 自分銀行のリニューアル解説ということで、一通りね、前回までの動画でね、終わっているわけなんですけども、外貨決済のね、売却の部分だけね、ちょっとできていなくてですね、リクエスト今回ね、いただきましたので、動画でね、解説やっていきたいなと思います。またね、4月1日を迎えてですね、au 自分銀行の方で自分のね、獲得予定ポイントだったり、またね、自分のステージのね、確認もね、できるようになっておりましたので、こちらの確認方法もですね、紹介ね、していきたいと思います。それではまずね、外貨決済のね、売却の部分なんですけども、前回の動画ね、購入されてない方はですね、前回の動画ね、見ていただければなと思うんですけども、外貨積立てね、設定していただいて、その設定した日のね、朝10時ぐらいに、こちらね、売却ができるようになって、即ね、売却することができるわけなんですけども、4月1日にね、この au 自分銀行のリニューアルが行われて、こういったね、お金を移動させることによってポイントがね、貯まる、このリニューアルがね、開始されたわけなんですけども、4月1日はですね、アクセスが集中してですね、ログインできないみたいなね、まあ、そんな状態もですね、ありましたので、こちらね、毎月1日からね、この外貨積立てね、できて、まあ、今回も4月1日過ぎたんですけども、次ね、5月1日、6月1日って言った形で、毎月ね、これやっていくわけなんですけども、ちょっとね、毎月1日にやるのはですね、ちょっとログインができなくなるっていうことで、おすすめできないので、1日にね、設定するのではなくてですね、まあ、5日とか10日とかですね、ちょっとね、日付ずらしてね、積立日ね、設定することね、おすすめします。まあ私の動画でね、前回、4月の2日設定でね、動画を撮って、で、結局、決済が降りたのが翌月曜日で、4月の4日とかになったんですけども、まあ、逆にね、そうなって良かったみたいな感じだったんですよね。ですので、この、ちょうどね、外貨自動積立申し込みのね、この毎月、積み立てのタイミングの部分ですね、この毎月何日っていうのをね、ご自身で設定していただくんですけども、まあ、5日とかね、10日とかね、そこら辺でね、設定していただければなと思います。これね、ログインできなくてね、売れないみたいな感じになると、まあ、朝10時ということでね、まあ、お仕事中の方もね、結構いらっしゃるかなと思いますし、まあ、これでね、売れない売れないみたいな感じになると、ちょっとね、めんどくさい部分も出てくるかな、なんていうふうに思いますので、日付ずらしてね、積み立ての日をね、設定していただければな、と思います。それではね、実際にやっていきたいなと思うんですけども、まずね、au 自分銀行のトップ画面ね、ログインしていただいて、右下のね、メニューをね、押していただきます。そうするとね、外貨普通預金っていうのがね、ありますので、こちらにクリックしていただいて、下のね、取引開始をね、押していただきます。で、そうするとね、au 自分銀行ログインになりますんで、ログインね、してください。で、ログインするとね、こんな感じの画面になりますんで、今ね、米ドルって書かれてるね、ところがありますよね。で、こちらにですね、矢印が出てると思うんですけども、こちらをね、クリックしていただいて、ご自身がね、取引した通貨をね、押していただきます。私の場合はね、今回ユーロでやりましたので、ユーロをね、選択していきます。で、通貨をね、選択していただくと、下の方にですね、払い戻しっていうね、ボタンが出てきますので、こちらをね、クリックしていただきます。そうするとですね、外貨普通預金払い戻しということで、今回ね、ユーロで設定しておりますので、ユーロのね、画面が出ていると思うんですけども、下の方に行っていただくと、円で指定して、払い戻しをするのか、ユーロでね、指定して払い戻しをするのかね、どちらか選べるわけなんですけども、こちらね、どちらで指定していただければね、お好みでいいんですけども、私はね、ユーロのレートがね、そのまま上に出ておりますので、まあ私の場合だとね、739.73 ですね。こちらをね、記入して払い戻しね、していきます。でですね、入力が終わったらですね、確認するをクリックします。で、次のページに行くと、確認番号認証ということで、こういった画面が出るんですよね。で、こちらはですね、まあ、ちょこちょこね、出てくるんですけども、au 自分銀行のね、キャッシュカードに私は記載があって、多分皆さんもそうだと思うんですけども、その裏にですね、この認証番号ね、書いてあるっていう風になりますんで、そちらを見ながらですね、こちらね、入力してってください。ではね、入力が終わったら、認証するをクリックしていただきます。そうするとですね、確認画面がね、入ってきますので、こちらでね、払い戻ししていただきます。で、これでですね、払い戻し完了ということで、これでですね、売却したユーロがですね、日本円にね、戻ったっていった形になります。でですね、トップ画面戻っていただくと、今回のね、取引結果ね、出ておりまして、
私はね、10万円を入れて、で、10万円をね、戻して、99,999 円ということで、マイナス1円だけね、かかりましたけども、まあ、それ以外ね、特にかからなかったので、これで1500ポイントがね、取れますんで、かなりね、いいのではないのかなと思います。まあ、これ自体はですね、為替のレートっていう風になりますんで、まあ、ちょっとね、人によってね、もうちょっとね、下がったりする場合もね、あるかなっていう風に思いますので、ここはね、ご了承ください。まあこういった形でですね、積み立てたね、外貨については売却ね、していただければなと思います。そこまで分かりづらくないかと思うんですけども、売却する時のね、通貨を選択するじゃないですか。先ほどもともと米ドルになってたのをユーロに直しましたけども、これね、最初私わけわかんなくてですね、もう払い戻しできないなと思ってたら、外貨をね、選択しなきゃいけないんですよね。ですので、まあこの点だけはですね、今回私ユーロでやりましたけども、もともとドルになってるんでね、まあドルの人はね、いいんですけども、ユーロでやる場合はですね、通貨変えなきゃいけないんでね、この点だけ覚えておいていただければなと思います。それでは次にですね、au 自分銀行の今のね、ご自身の獲得予定ポイントとステージのね、判定ね、こちら確認できるようになっておりますんで、こちらのやり方ね、解説していきたいなと思うんですけども、まずね、こちらに画面出しておきますけども、まずね、トップ画面のマイページの方をね、見ていただいて、こちらのですね、今自分プラスプレミアムっていうのね、私出てると思うんですけども、こちらをね、押していただきます。そうするとですね、お取引で貯まるポンタポイントということで、今月でね、お取引で貯まる予定ポイントが1650ポイントということで、こちらね、確認できます。で、これね、ポイントを貯めるをね、クリックしていただくと、au 自分銀行のね、ログインになりますんで、こちらね、ログインしていただきます。そうするとですね、自分プラス、あなたの今月のステージはプレミアムということで、倍率とかね、そういったことがね、記載がされております。で、下の方にね、行っていただくと、ポンタポイントね、今月の取引でパダムポイントの予定ポイントということで、1650ポイントがね、記載されております。で、私はね、先日ね、動画で出しましたけども、オートチャージね、やりましたよね。あちらも、3回ね、やって達成しておりますので、150ポイントもね、達成しておりますし、外貨積み立てね、先ほど売却しましたけども、そちらでね、10万円分やってますんで、1500ポイントはね、獲得できております。これ以外にですね、あとね、入金と、口座振替ね、こちら1個ずつね、達成する予定なんですけども、こちらに関してはまだね、自動入金のね、設定等々はしてあるんですけども、まだね、実際に来ておりませんので、まだポイントは入ってませんけども、こちらね、マックスで1680ポイントね、獲得する予定っていった形になります。まあ、こういった形でね、詳細がね、見れるようになっておりますんで、まあ、非常にね、わかりやすいかなというふうに思います。で、こちらね、今、ポンタポイントになっておりますけども、こちらね、ステージ判定っていうのをね、していただくと、こちらでね、今現在のステージのね、判定が見れるようになっております。で、私はですね、今まだ入金と口座振替とエンタメと残高がね、こちらできてないっていう風になっておりまして、キャッシュレス決済と資産運用の部分だけね、今チェックが入っていると思うんですけども、あとね、4つ。今月はね、まだやってないって言った形になります。で、プレミアムね、維持するためには5つのスタンプがね、必要っていう風になりますんで、まあこれね、今後ね、自動入金とかね、入ってきて、まあこちらもね、スタンプ入っていくかなっていう風に思うわけなんですけれども、今のご自身のステージがね、確認できるようになっておりますので、まあこのページでね、今どんな感じなのかっていうのをですね、チェックしていただければなと思います。まあこれね、リアルタイムにね、反映されるわけではないので、まあちょっとやってからですね、2、3日経ってからね、見ていただくと、確認できるかなっていう風に思いますので、リアルタイムではないことはですね、覚えておいていただければなと思います。ということで今回ですね、au 自分銀行のリニューアル解説のね、今回補足ということで動画ね、やらせていただきましたけども、まあこれでですね、一通り全部ね、できたかななんていうふうに思いますので、もしね、何かわからない部分がございましたらですね、こういった感じの動画作ってくださいみたいなね、リクエストがあればですね、またね、それに沿った動画ね、作りたいなっていうふうに思っておりますので、お気軽にね、コメント残していただければなと思います。まあこれでね、1680ポイントね、獲得することができますんで、まあ今回ね、外貨取引で、マイナス1円しかね、食らわなかったので、それ以外ね、基本的にリスクのある取引っていうのは、この、au 自分銀行の、ね、リニューアルではありませんので、今回多分1679ポイント
ですかね、ほとんど丸々ね取れるっていった形になりますんで、いやね、これ本当にすごいですね。まあ私個人的にはですね、こんな簡単に毎月1680ポイント近くねもらえていいのかっていう感じなんですけども、いやここまでいいとね、ちょっと解約されるんじゃないかとねビビっちゃいますね。かなりね簡単に取れるんで、もしかしたらねちょっとやばいかもしれないですね。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。